ったり、上空から現在の様子を撮ったとこだったり、いろいろ入ってます。絵はがき一番良かったです。私絵はがき、はい、どうぞ。ニモやセンジが書いたであろうと言われてます。私がつけています、あのこのバッジが当主ニワや聖太郎、その息子センジが描いたであろうと、荒船風穴を、運営していたニワヤ家の当主がこちらです。ではどうぞ奥へお進みください。